カズレーザーと松陰寺のチルルーム。あ、出た。あ、俺ね、まだ聞いてます。聞いてない、まだ。ラーンゼン聞いてない。え、ビートルズの新曲。それどっから出てきたの、あれ。いや、ポールかな、がメインになって、あの AI 使って、今までのビートルズの、 あのジョンとか、ジョージの声とか音源とかいろんなのを合わせて新曲を作る。でもあれが俺どうなってるか知らないですよ。もともとあった未発表曲を取り直したのか、それとマジの新曲なのかをよく知らないですよ。あ、そう、なんか未発表曲は数年前まで出てたよね。ちょいちょい出てたから。これ新曲ってことだから、多分未発表じゃなくて作ったんだ。多分作ったってことなんじゃないですか。どうなんですか、ポールが。ジョンの、デモテープで未発表。ああ、未発表だ。ソロの。ああ。で、声とかいろんなところ抽出したんですよね。その声を、ノイズが取れるようなこのね、うん、AI さんがね、綺麗にね。それをポールがちょっとアレンジしてみたいな。そうそうそう。へえ、あ、聞いてないな、まだ。でもなんか、まあ、ビートルズっぽいっちゃぽいけど。ああ、そうなんだ。でもなんか、めっちゃ好きだったビートルズって、まあ、活動期間短いですけど、うん、結構その、時期によってね。で、全然、うん、はいはいはい、あの作風が違うから、うん、別にそんな俺は好きな曲じゃないというか。どの辺の感じの曲なの？結論、もう全然結論。そうなんだ。もうスタジオこもってる時の。へえ。でも俺アビーロードとかめっちゃ好きやから。ああ、なるほど。かっ、まあ、かっこいいですけど。ちょっとその暗い B 面の感じとか。なんかビートルズ入った時もうすげえ分かりやすい曲として聴いてたから、うん、なんかやっぱ芸術性高くなった頃あんまりよく分かんない。あ、どこから入った、じゃあ。最初どれだった？最初やっぱイエスタで聴いたんじゃないですか。ああ、本当。そこイエスタデーか、うん、っていうとイエスタデーもどれぐらいだった？イエスタデーとかとかレッドイットビーなんて学校とかで聞くじゃないですか。あ、まあそう、教科書載ってるぐらいだもんね。そうそう、それで聞いて、うん、最初に知った洋楽くらいじゃないですか。うんうんうん。いや俺もううちの親父が大好きでさ、もう休日はずっと流れてたから、そう、本当に曲名は分かんないけど全部聞いたことある、うん、多分。ああ、なるほど。で自分でアルバムも何個か大人になって聞き直したけど、うん、あ、この曲とこの曲ってこのアルバムだったんだみたいなのが、あ、そこで答え合わせできてた感じで。そうなの、まだ聴いてねえな、聴こう。なんかまあでもかっこいいわ、かっこいい。サウンドも今風にしてある。めっちゃ綺麗になってました。あれ多分俺聴いたら合ってると思うんですけど、ナワンゼですよね。ナワンゼです。昔のビートルズってさ、そのサウンドもさ、ステレオなのにこっちドラム、こっちベースみたいなのあったよね。そんなんなんですか。あったあった。そのステレオで聴くと、普通今ドラムが左右にちゃんと振ってあって、ベース真ん中でいて、録音の仕方が今ほどちゃんとしてないからじゃないですか。そうなのかな。いや、今考えたらすごいミキシングしてるなと思って。ビートルズなんか、あれフィリピンかなんかでライブツアー、世界ライブツアーやった時、フィリピンかなんかで、あれ監禁かなんかされたんですよね。あの、監禁はされなかったけども、もう殺されそうになったんですよね。へえ。なんか明日あの大統領と大統領夫人の前で一曲やってくれよみたいに言われて、いやでもオフだからみたいな断ったら、無礼だろっつって、もう国民全員からもう不安にされそうになったんです。怖っ。逃げて帰ったって、でめっちゃ金払って確かに帰ってきたんですよね。そうなんだ。まあ、世界的にだってもう失神した人いっぱいいたんでしょ、ライブやったら。いるでしょそりゃ。すごいな。マイケル・ジャクソンとか の昔のね、あのあライブ映像ね、わ、ね、ってみんな、あれとだって日本もそ武道館来たんだっけ。そうだよね。失神するってすごいですよね。すごいな。どういう状況なの。大統領夫人に食事誘われてても断るというね。いや、そうですね。すごい流されるっていうところがね、かっこいいな。今日俺たまたま見てたんですけど、野球に指名打者制あるじゃないですか、DH、うんうんうん、あれを取り入れた人みたいな、がいるんですよ、アメリカの。結構もともと保険かなんかの実業家で、その後野球のどっかのチーム、アスレチックスかな、どっかのオーナーになって、うん、野球にいろんな変革をした人みたいな感じで、うん、で DH 制を取り入れた何人かいる中の一人なんですけど、うん、その人が、ビートルズの世界ツアーでアメリカ来た時に無理やりなんかねじ込んで、うん、オフの日にめっちゃ大金積んでどっかでコンサートやってくれっつって、実際に直接急に行って、うん、金バカバカ積んで、今で言うと100億ぐらいの、もうそれはビートルズがもう超売れてる、超売れっ子で、オフの日だから絶対にやんないってなったのに、もうめちゃめちゃ金とにかく積んで、無理やりあのツアーのコース変えて、その日一日だけどっかでやったみたいな。すごいな。でやったね、ビートルズやったらしいですよ。相当積んだんじゃないですか。なんかその人の話面白かったな。 DH 制取れた人、なんか本当に野球をなんか面白いもの見て客が楽しめるようにしたいっつって、あのスタジアムの外野席の方の一角に、めっちゃまあ客が入んないから客が来るようにしたいっつって、一角に
なんか野球と全然関係ないものを作ったんですよ。おう、何作ったと思います？え、何？滑り台とか。もうマジで意味わかんないです。おう、動物園。超関係ねえな。動物みんな見に来るから。ああ、そうついでに。へえ。すごくないですか。あ、すごいね。でもそれでお客さん来るようになったんや。来るようになった。はい。こっちのそのキャラクターの方が人気になって、お客さんもいっぱい来るようになったみたいな。でついでに野球もちょっと見てかかって。そうらしいです。へえ。まあ、でも今野球場結構多いよね、なんか。もうなんかね、そのボールパークとか。そう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 。そういうことですもんね。ビートルズかっこいい。え、でも俺聞いてみたら、え、ジョンの声が聞けるんだ。聞ける。昔の声を多分綺麗にしたんですよね。へえ。で、ちゃんと音程も、でもそのサンプルがあるってことか、その時代。デモテープが元々あったんです。はあ、そうね。すごいですね。だからもうこれでも、まあ、今は一応元のベースがあって、元データがあってそれを綺麗にしたって形ですけど、まあ音つなげて曲を作れるわけですからね。うん、まあそうだね。え、例えばその。ジョージとかのアレンジの癖とかも入ってんのかな。じゃあ入ってんじゃないですか。へー、すげーな。ジョージが今のなんと誰々の曲を弾いてみたらこうなるだろうみたいな。あー、だからジョージもさ、後期の方だとなんかインドの楽器とか使ってさ、 あの辺もすごいやっぱ独特じゃない。ああいうのやっぱできるんじゃないですか。できるんだ。あれ、まあ言ったかな、 AI にあの自分の奥さんの声いっぱい勉強させた人の話。え、知らない。何それ。あのミュージシャンの方がいて、うん、奥さんも多分ミュージシャンだったのかな。いっぱい曲とか作ってたんですけど、うん、奥さんがな多分早め、なんもう10年以上前に亡くなられちゃって、うんうんうん、でその奥さんの声をいろいろ切り張りして、うん、言ったら歌わせてみたいなの作ったりいろいろしてたらしいんですけど、うんうんうん、もう使う音源データがなくなった、全部使い切っちゃったってなって、じゃあつって AI に奥さんの声をめっちゃ勉強させて、うん、新しく曲作ってそれを AI に歌わせて、うん、奥さんの新曲を作って、最近なんかその1年ぐらい前かな。すごいな。だからもう AI があればもうずっともう新曲出せるってことでしょ、これ。いや、そうそう、すごい。それでもなんかそのミュージシャンの人の話面白かったですね。奥さん、死んだ奥さんとの新しい思い出を今作ってる。はあ、すげえ。何、超いい話じゃん。超いい話。へえ。で写真とかバーっていろいろ勉強させて、うん、奥さんが生きてた今こんな服装でこんな顔になってんだろうなとかも。いや、だってだからそれこそさ、その自分の子供がやっぱり自分が先に死ぬじゃない、普通に行けば。絶対死にますよ。そんなつぶ立てて言わなくてもそういうもんだから。先に死にますよ。だからパパが死んだ後でもなんか喋れるように声を学ばしといて、でなんか思考とかさ、そういうのもさ埋め込んでおけばさ、なんか悩みがあった時にさ、ねえねえパパ聞いてなんつって、そう AI が喋ってくれるってすごいよな。そうできるんじゃないですか。できるよな。なんかペットとかもそうですよね。亡くなる前にペットの声とか全部録音して、うん、側を全部スキャンしてアバターを 3D 空間内に作って、死なないペット、死んでからもペットロスにならないようにするみたいな。これそれペットで、はい、同じ形のペット作る職人さんいんだよ、おぬいぐるみで。いやー、います、はい、じゃああれに学ばせちゃえば、はい、永遠だ。そうですよ。すげえな、おい。うん、なんでもできるな。だからもう、まあ先にね、ワンちゃんとか亡くなるじゃないですか、うん、亡くなって、あー、死んじゃったってペットロスになったと思ったらピンポンって新しいの届いて、あ、大丈夫だ。そんな切り替えなんだよ。そんな簡単に切り替えなんだ。大丈夫だ。そんな簡単なもんじゃねえから。もう仕方なく、まあちょっとね、面影あるから、うん、まあ、よしよしだけど、あ、これでよかったなんてならないから。ならないです。ならない。軽すぎるだろ。火葬場もこれ抱きながら。こいつどういうつもりで見てんだよ、それ。今焼かれてんのに。撫でてる場合じゃないだろ。かんない。そういう世の中多分なんか、まあ、なるだろうね。はい、だってね、うん、ジョンの新曲できちゃうんだもんな。そうですよ。でもその元々のメロディーはあったわけですよね。あった、今回はね、うん、なくても今までのビートルズのジョンとかの、まあ、曲をね、まあ、使ってない音源とかいろいろ映画勉強したら、多分ジョンだったらこういうコード進行にするんじゃないみたいな、あるかもしれないですよ。で俺もそのお給料稼げるようになって芸人として初めて買ったギターがあのリッケンバッカの、もう何のことか全然分かんない、あのもうビートルズの使ってたギター。へえ。もうだからそれが一番欲しくて。はい、かっこいいですか。めちゃめちゃかっこいい。ギターって何が違うんですか。全然違うんですか。音も違うし。音そんな違うんですか。違うね。なんかやっぱピックアップっていうその音を拾うところも割と癖もあるし、はいはいはい、でなんかその結局エレキギターって言っても中でやっぱ振動するのよ。ああ、木でできてるしね、はいはいはい、そういうのもちょっと癖あるから。へえ。まあでも一番はやっぱもう自分が何使ってるかっていう満足感だね。へえ、うん、いい音とか分かるんですか。なんかでも分かるふりして楽器屋行ってる。ああ、楽器屋なんかめっちゃ弾いてる人いるじゃないですか。楽器屋ね、楽器屋難しいんだよ。楽器屋の店員さんって楽器みんな上手いんだよ、はい、でちょっと
これ試し弾きさせてもらっていいですかって言うじゃん、はい、そしたら店員さんが、あ、分かりましたって取って、でチューニングが一回緩んであるから、はい、一回直してくれるのね、はい、でそこで鳴るかな、うん、じゃーんと一回鳴らして店員さん、はい、で、あ、いいチューニング合ってるなって思った後に、ディレイでウェーベーベーベーキルルルルルルピューキューで、はいどうぞって渡されるんだよ。うわー、ほほほ、めちゃうまいやと思って、でその後その時どうするんですか。じゃその後俺もピコピコやりたいんだけど、そこまでのレベルじゃないから、なんかそれでやって負けるの嫌やから、なんか一回ジャーンみたいなの弾いて、なんかその後こうフレットが曲がってねえか見てみたりなんかどん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 なんかそう適当にこう耳澄ましてる感じでテロテロあんましないんだよねやっぱ。ああ、そうなんだ。それやっぱそれあれじゃないですか、店の人もやっぱあれ長々とテロテロやられたら邪魔だから、うん、先に一回かまって。なるほど、そういうことか。こいつ本当にうめんかな、どうせなんか冷やかしっぽいな、よしかましとこう、ルル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 うーんってやったら、はい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 ってもっとすごいのだからこっちでやりやすくやって、あのここで弾くやつあるね、俺結構やつね、ライトハンドね、ああやって、ああ、おー、なるほど、何の争いしてんだよ。いや、それぐらいもうかわしてないぞ。それやんないんだったら、うん、店員さんがもうこう一通りルルルルルンってやってんだから、うん、こんな感じですけど、あ、今の音は分かりましたって言うから、それいいな、それがかっこいい、それが一番いい。でもそれやるんだったら、うん、もうギターやりにくいんじゃない。そうだよ、誰かが弾いてるの見たらいいんだもんね。もう分かりましたじゃない、変えよ。分かったら変えよな。そうなんだよ、まあ、ギターやっぱギターってかっけえっすね。ギターいや、でもしかも似合いそうやもんな。あー、いやいや、指痛いでしょあれ。俺もう 指先弱いから痛くなっちゃう。ここ最初痛いよ。痛くなっちゃう。いやいやいや、でも大人になってからギターってなかなか根性ないとできないよ。そう、やっぱり何個も壁あるからさ。あ、そういうもんなんすか。結構ある、ギターはな。そう、本当にもうずっとこうやって本当に地味だから練習は。そうでしょ、うん、なんかギターかピアノなんですよね、結構やる機会が多い楽器って。まあそうだね、ギターが置いてあることとピアノが置いてあることすごい、うん、はいはいはい、そう、確かに。あんまサックスが置いてあることってね、ないね、全然ない。音もでかいからさ、やっぱ、うん、ああ、ギターかピアノをやってるとやっぱ、ね、ちょっと可能性広がるよね。前ちょっとやらせてもらったハンマーダルシマっていう超かっこいい楽器があって、それがね、ハンマーダルシマ、ハンマーダルシマ知らないですか。何それ。うわ、知らないですか。え、こう丸くなってて、うん、な中に叩くやつ、こう、なんか、あ、スティールパンね。スティールパンじゃなくて、スティールパンじゃないです。ハンマーダルシマです。何それ知らないですか。知らない。説明すんのやめよう。なんでだよ、気になるんだ。何だハンマーダルシマ。ハンマーダルシマ、ダルシマ関係あんの。全然関係ない。関係ないの。全然関係ない。ヨガファイヤーで音鳴るとこじゃない。全然関係ないです。ハンマー、ハンマーダルシマ、ハンマーを使って、はい、ダルシングするんじゃない。あー、言ってくれよ。いや、正解答えの道だったんじゃねえのか、今の。ハンマーダルシマって弦がいっぱい張ってそれをなんか棒みたいに叩く。弦なんだ。超かっこいい楽器。ああ、そう。それはあのちょっと欲しくて、何回かその試しに触りには行ってるんですけど、うんうん、なんか買ってハマんなそうだなっていうのもあるんですよ。いや、でも楽器で買ってやない人めっちゃいると思うよ。めっちゃいるでしょ。だってうちの相方もそうやもん。ギターやり、うん、ギターできるようになりたいっつって、うん、ギター買いに行く、なんかちょっとロケっぽいのやって、うん、結構いいギター買ったんで、マーチンの17、8万ぐらいの、うん、全然やってないですよ。やらないでしょ。やらないんだよ。マジでその教室とか通わないと、もう時間取ら無理やり取んねって。そう、やんないっすよ。大人はやっぱちゃんとそうやって拘束しないとやらない。そうそうそう。子供の時はさ、俺も中学生ぐらいやったけど、最初やった時もうとにかく弾けるようになって、うん、みんなから注目の的を浴びたいっていう、その思いだけでやってたから。そう、これ頑張ればモテる。そう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 、それやったから、うん、今はこれやってもモテないって思ってるから。そうなの、結構そこなの。そこやな、見えちゃうとな。これやってもモテない。なのにやるはすげえ難しい。ちゃんとなる。そこでしょ。何度食べるとか見えてないよね、うん、そう、分かりやすい。嘘でもいいから、うん、目標がないと、うん、そう、目標がないんだもん。上手くなりたいはなかなか難しい。そう、上手くなりたいはね、ちょっと漠然としすぎてるね、目標が。難しい、よっぽどじゃないと。楽器、楽器なぁ、まあ、無理だなぁ、ね、本当になんかもう完全に絶対いつまでにこれやんなきゃいけないとか、そういうのがね、多分やらない。だ、番組企画でラビットとかでやるじゃないですか。いろいろやるね、うんうん、あんなんもうめっちゃ大変。もともとはギターできるからいいけど、全然違う楽器やらされたらそんな大変。いや、それめっちゃ大変やと思うな、うん、しかもその、うん、やりたい、自分でこれなんかやりたいって目的がないと、うん、誰かに言われた目的でももうやらないかもしれない、うん、昔はあの隠し芸大会、新春隠し芸あったんですよ、はい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 、あんな感じであのこのガラスこう触るって音流す、なんかグラスを、グラスハープ、だだだだだだ、あれやれって言われたらむっちゃ大変じゃないですか。大変だし、でもあれみんなやってたんでしょ。やってたんじゃないですか。すごい
何人かその聞きましたけど全くできなかったって言ってましたけど、ね、あそうなんだ、あなんか現場でごまかしたんじゃないですか。そうなんだ。それ何人か聞いたことありますけど、あれな1ヶ月練習しろとかはやっぱちょっとしんどい。いや俺もなんか番組でなんかその社交ダンスとか、うん、なんかちょっとだなんかこうパフォーマンスとか、はいはい、大変やってもやっぱうわ大変でしょ。で多分そ目標がそれだからさ、うん、その放送終わったらもうないわけだから、ないそれはまあやんなきゃいけないけど、うん、モチベーション難しかったな。やっぱよっぽどっすよね今でやって何か学ぶって、うん、そうね相当面白くないと思う。そうだからまあバンドとかだったらさ今後誰かと組んでとか、うん、なんかそういう続きがあるけどさ、あともう無理やりね、うん、あの複数人でやるやつは、うん、自分がサボると迷惑かかるからとか、うん、ああでもそれも一つの方法じゃない、うん、やり続けるには。ここでもこの日にもうライブ、うんお披露目があるから頑張んなきゃいけないとかだったらね、うん、みんなで迷惑かけるっていう、ねうん、のがあると。まだできそうだけどな一人でコツコツなんかやるのは無理でしょ。いやそれはもう40ぐらいの時はもう厳しいね。なかなかね、うん、いやそうみんなゼロから始めて、あでも、でも何人かいるな知り合いで、うん、人知れずピアノとか弾けるようになってる人。えもう大人になってから、はい、あじゃあできる人やっぱいるんだ。吉村さんとか確かピアノがあって、あ結構練習して弾ける。じゃあもう先生つけてやったんじゃない。やったんすかね、うん、すごいっすよね。いやだからそれこそカズも今からギターとか音楽やって、はい、曲作れるようになって、うん、それ AI に学ばしたら。いや俺もうそれは最初から AI に曲作ってもらいたいからそうなんだ、まあ、俺はまあなんか今ずっと思ってるんですけど、うん、もっとあとほんと数年したらなんか、うん、なんとなくやってるだけでもう曲になるようになるだろうなと思って、うん、ああでも今それっぽいのもうあるね。あの鼻歌でできちゃうやつとか、トランペットとかも口でううどれうがうとか適当に言ったら音になるやつがある。そんな感じでギターも適当にやってるだけでできるようになるだろう。でもうちょっとその生み出しの方やりなよ。じゃあその最初のいやいやいいこれこっちの全額なんとなくでいい。なんとなくでもなんとなくから100を作ってくれと。これでいける 0.01 ぐらいから100作ってほしいタイプ。そうそうそう、でもこっちはもうあの曲はこの曲も流したい、うん、聞きたい、うん、でもう適当にこうやるから、うん、合わせて音出してくれたの。何やそれ AI にそれエアギターやもう十分それ。いやエアギターで十分嬉しいそうなんだ。ちゃんと音が鳴るんだからじゃ あ, じゃあずれたら音はずれる。だからまああれですよ、あのギターフリックスだっけ、あのゲーム あれと一緒。 あったな懐かしいな。ああいうのでいい あれのめっちゃちゃんとしたやつがあればよくないですか。あまあまあそうやな、できちゃうもんな、はあ、結局な。ビートルズ弾くってなって、うん、もうこんな難しいじゃないですか。もうこタイミング合えばこうやってやるからちょっとビートルズっぽい曲作って。タイミング合えばもう音鳴るでいい簡単やな。それで十分ですよ。まあできちゃうからな。歌もだってそのうちマイクに AI 入ってるからちょっと音程外れてももうマイクからはちゃんとしたになるでしょ。そうらしい今ね。あるよね。なるでしょ。もうなるなる今ボイだってなんかあのピッチも全部直せるから。生放送がね口パク多すぎるんだから別にいいでしょ AI には。 AI に歌わせたってあれどう思います。いや俺は良くないと思う。やっぱり見たある目の前の口パクどうしてますか。あーどうしどうし震えません。あれ震えるすげえな。いやだから俺らももうライブでも口パクやるし音楽とか。あーはいはい、はい、まだそれはもうバレてても、ま、あ漫才も口パクですか。漫才口パク一番難しいだろう、うん、漫才口パクでいいんだったらもうすごいですよ、ね、すごいねすごいっすよ、ね、なんかなんだっけバイキングさんのネタでやったよな。あちっ口パク落語めっちゃおもろかったけど。あれめっちゃ面白いっすよ、ね、意外と気づかないですよ、ね、意外と分かんなかったそうだからまあね、うん、ああいうのもな。そう口パクでいいんだったら AI に修正してもらった方が俺はなんかまだいいかな、うん、ああそうそうやな、うん、あともう先に言ってほしいっすよね。そうやね、なんかいかにも歌ってますかんでね、うん、やってあれやる。ゴールデンボンバーさんはあるじゃないですか、もう歌ってない、はいはいはい、弾いてない弾いてないでやってる。歌ってるけど弾いてないから、うんうん、だからその感じで、あ AI 使ってます、うん、AI 版。なるほどなるほど。メンバーはボーカル、うん、ギター、うん、ベースドラム AI、うん、ほう入ってくるやんメンバーに。そう AI 作詞作曲 AI そこは誰かメンバー持てよ。いやいやいいいいの。そうそれでいい。そう著作 AI か。歌も AI。歌もいらんやんじゃあ他。コーラスコーラス。コーラスかい。それぐらい言ってくれたら、まあ、なんかでも人がちょっと携わってるからその人たちを応援する理由になるじゃないですか。うん、まあそうやん。ちょっとでも携わってればそう。でも AI がこれアバターとかつけた日にはもうこいつがもう一人でやることになるから、うん、もう首ですよ。首やん。いらんぐらいあるよな。いやそれでもいいから。バーチャルでいいんだもんねだって。いやもう AI 使っていいんだったらバンドやりたいな。AI バンド。修正してほしい。もう歌とかも高い声出なくてもなんかジャーとかやってもちゃんと調整してくるからでかい会場ならでかい会場であるほど生声が届かないからあそうや AI の方のいい声が届く。なるほどなるほど。まあでも
ほぼ近いことはもうやってるでしょ多分、うん、できるんじゃない、できんじゃない、リアルタイムでもうピッチっては直せるんだっけ、直せるんじゃないですか、直せるんか、いやどうだろうな、うん、でも直せそう、あまあもうすぐできるだろうね、高さ調整か、いやでもいけんじゃないですか頑張れな、今、まあ、レコーディングはね一回撮ってピッチ後に調整するけど、リアルタイムでピッチできるのかな、声色変えられるってことは音程もその理想のそうそうラインがあってそこに近づける、そうなんか、ね、70% ぐらい近づけるぐらいにしとけば、うん、ちょっと人間っぽさも出るじゃん、あの僕ソフト使ってるけど、はい、あのコードを入れて、はい、この A メジャーとか、はい、そういうの入れておけばそこに合ってる音程にグッと持ち上げてくれる、はいはいはい、勝手にどうせリアルタイムでできるんじゃないかな、声やったら多分いけそうですよね、なもうじゃあ歌うまい下手関係ないねんな、もうじゃあだからこそ何にも使ってない生歌の人の価値が上がると思う、うん、まあそうやね、それそうやわ、本当にそう、こう私は何も使ってません、うん、口パックしません、だからエンジニアの俺エンジニアの学校行ってたから、はい、今もエンジニアやってる人いるんだけど本当に上手い人誰って言ったら言ってくれる、誰なんですか、やっぱねミーシャ、ミーシャ、ミーシャさんも言ってたかな、でもミーシャ上手いでしょ、ミーシャ上手い、でもね玉置浩二さんは絶対、ああの人すごいですよね、あと山下達郎さんも言ってた、で山下達郎さんとかは、はい、玉置浩二さんもそうなんだけど、はい、コンプレッサーってあるんだよ、音の音圧を揃えるっていう、ほうだからあーっていう音と、うん、あーって言ったと音量違うやんか、はいはいはい、だからそれをあーって強い方の上をグッと押さえて、はい、弱い方の下をグッと持ち上げて、はい、できるだけ同じ音量に歌うっていうの機械があるんだけど、はい、コンプレッサーっていうそれ使わないボーカリストはやっぱ上手いっつ、自分で全部調節できるんだ、自分で調節して、はあ、でピッチも外さないから、でコンプレッサーかけるとどうしてもその音が波形ずらしちゃうから、はい、ちょっと質も下がっちゃうね、生声とはちょっとまた割れちゃったりするから、もう本当にマイクに入ってきた音だけで歌う人は上手いんだって、そうなんだ、ピッチも合わせないし、布施明さんとか上手そうですね、あ上手いんじゃないんだ、ああいう、うん、声でけえ人ってなんか上手く感じますよね、声でも声でかす大事だよやっぱ、そうですよね、うん、あれかな、だからもうみんなどうせ調整とかするから、そういう本当に生歌がすごい人がはっきり私は何も使ってないですって言ってくれたりですよね、言ったらあざといやん、なんかいやでも言わないとみんな、そういう人が多分言わないから、そうそうみんなあの口パクの人たちも口パクしてない面するんじゃないそっかそっかそっか、俺別に口パクって全然いいと思うんですよ、まあまあね、完成形なんだから、うんうんうん、そうやね、一番いいものをやっぱ見せたいしね、うん、でもそれが別に当たり前なんだから、うん、口パクって言われても何とも思わないです、うんうんうん、逆に生歌ってなると、うん、うおーマジで歌うんだっていう喜びがあるんですよ、生歌、そっかそうね、生歌の方が言っていけばいいのか、生歌です、この新しい学校のリーダーズ、うんうん、久々に会って歌ってるのを見たんですけど、うん、生歌だったんですよ、おすごい、新曲初披露で、すごい、すげーなってなったんですよ、そういう人たちを逆にすごいって言いたいから、別に他の口パクしようが音を調整しようが何とも思わない、でもあの多分みんな何とも思ってないんですよ、生歌もミックス生歌ってのもあるらしい、はい、あ、なんかね、かぶせたりちょっとかぶせたりとか、いや、完全になんかちょっと音ずれてるところとかも普通にやってたから、あそうなん、じゃあ生歌で、すげー自信あるんだな、へあんな動くのに、確かに生歌の人は生歌ですって言った方がいい、そうそうそう、生歌でいきます、うん、紅白とかもそういう風に、そうそう、紅白とも、はい、次は、赤組が生歌、白組がでいいんじゃない、赤組は誰々さん、白組誰々さん、赤組の方は生歌ですとかで俺はいい、はい、それ点数に大きく関わるだろ、関わんないでしょ、関わんないか、関わんないでしょ、聞いてて分かるでしょ、って分かるけど面白いね、だからそれね、はい、うん、めちゃめちゃいいですけど、それぐらいの方がいい、そうか、はい、ビートルズちょっと聞いています、僕まだ聞いてないんで、はい、1曲一曲、あ、一曲だ、チャンネル登録、メンバーシップよろしくお願いします、よろしくお願いします、お願いします。